ほうと始まりました。もてチャンネル。さあ、受けてきました。第372回トイック公開テストの感想いきたいと思いますね。まあ、今回はね、X にも書いたんですけども、まあ、すごい喧嘩して、試験官の人とですね、まあ今までもいろいろあるんですけどね、帽子取れって言われたら、いやそんなルールないですよとかね、受験票しまえって言われて、いやそんなルールないですよって言ってですね、勘違いしてる人と、揉めたりすることはあるんですけど、今回初めてですね、ものすごく選ぶってるくせに間違ってたんで、いやこれは初めてです。だからトイック運営委員会にこれから苦情を入れます。日曜やってんのかわかんないですけど、まあ電話してみたいと思いますね。もしかしたら月曜になるかもしれませんが、はい、そちらやりたいと思うんですが、まあ、とにかく、まあ、A 面と B 面っていうのがあるんですけど、回答用紙ね。で、その回答用紙 A 面には、まあ自分の名前と、あと個人情報ですよね。そこを書くやつね。生年月日とか書くやつで。で、裏が B 面と言われるやつで、こっちにまあマークしていくんですね、答えを。で、そこにも名前と受験番号を書かなきゃいけないんですよ。で、これ試験前にやるんだけど、試験開始まで書かないでくださいって言って、まだ書かないでくださいって言って、言ったの。そんなんないですよ。そんなルールないからね。だから俺が言ったの、そんなルールないから。この右上のここは書かなきゃダメだからって言ったら、ダメです、書いちゃダメですって言って、いやいやいや、そんなわけないからって言って、ダメなんですって言ったから、いやいや、俺はもうこうね、10年以上トイック受けてて、そんなことないから、もうだからあんたわかんないんだったら上を呼べって言ったんです。で、上を呼べって言ったら、私が一番偉いんですとかって嘘ついてきて、いやいやいや、部屋の中でこういろいろと指示出す人が偉いわけないから、もっと上の管理する人がいるんですよ。でも私が偉いとかって言い出してね。で、まあその後さ、いろいろ放送流れる中で B 面にしてくださいっていう、そうだから試験開始前にやるんですよ、あれって。でも試験開始まではやらないでくださいって言ってたからね。はい、もうめちゃくちゃですということで。だから試験開始前にやらなかった人はどうなってるんだろう。まあ多分だから名前書いてない人いますよ、どうせ。でもこの集めた時に、回収した時にチェックしてなかったから、あ、どうせ名無しが、はい、出てるはずです、この教室で。ああ、やっちゃったなっていう感じだと思います。まあだから誰かが書かなきゃいけないんだよね、代わりに名前ね、名前と受験番号っていうのが、まあ、起こってるでしょうね。そう、だから集めるときって、A 面なんで、そう、裏返してください。こう、試験終わったら裏返して、その A 面を表にしてくださいって言われるから、集めるとき A 面なんで、B 面見えないので。で、だから B 面のところチェックしてなかったから。だから名前書いてない人、受験番号書いてない人が出てる状況だと思いますね。で、どうすんだろうね。本当に試験開始のときに名前と受験番号書いてた人。時間もったいないじゃん。まあ、ほんのちょっとっていう気がしてもさ、ね。はい、ということで、不平等な試験でございました。ああいうね、本当ね、全然知らないのに分かったふりしてる試験官ね、多いから、ほんと気をつけてくださいね。ほんと試験官によって違うからね、運営方法。はい、これは何とかしないといけませんよ。いつも言ってますけど、運営委員会が見てるのも知ってますから、この動画を。はい、じゃあ感想いきましょうね。ここは午前のフォームですね。ここ372回なので、まあただフォームは複数あるので同じとは限らないんですけど、はい、まずパー1に関してはまあ普通だったかな。うん、そんなに困らなかったかな。まあ、正解になりやすいものが正解になっていたっていう印象かな。うん。だから、そこまで困らなかったかな。はい。で、パート2、もう、まあ、いきなり第1問目が難しかったんだけど、まあもうイライラしてるからね、こっちね。はい。第1問聞き逃したけど、まあ一番多いのがこれだろう、パターンとしてね。っていうので選びましたけど、合ってるかわかんない。まあやっぱり直接的なものがだいぶ並んだんだけど、最初の方に並んだんだけど、本当になんか同じパターンが並んでましたね。なんかもうほとんど同じだろうっていう選択肢もあったりしたので、ちょっとパターンが同じすぎじゃない、今回はって思ったのと、あとやっぱ C3 つ並んで、A3 つ並んで、また C3 つ並んでみたいなのは、ちょっとなんかね、あれあんまこういうパターンないなって思いましたけど、まあ問題自体としてはそこまで難しくない。ただ一個はすごい遠回りなのがあったね。うわ、こんな遠回りなの出してくんだっていうので、ちょっと驚いた。続いてパート3、4。これも普通としておくけど、ただやや難の人もいるかな。やっぱ場面が浮かばないよね。これどういう場面なんだろうみたいなのがあったので、ちょっとね、一つあったよね、めちゃめちゃ難しいやつ。え？これどういうことっていうので、いや、かなりの受験生が多分もう止まったと思う。もう答えどこにあんの、え、出たの、出てないのみたいになったと思いますね。いや、僕もだって聞き終わってからマークしたから、二つ。こんなん珍しいです。聞きながら全部マークするのに、聞き終わる場で、ちゃんと状況をこう考えて考えて、ああ、まあまあまあ、こういうことだろうなってやったのは、すごい珍しいですね。はい。いや、一個残るとかならわかるけど、二つ残ったのは超久しぶりですね。なんで、まあ、ややなんとしておきたいと思いますね。はい。意図問題もちょっと難しいのあったね。続いてパート5。パート5はまあ普通かな。そんなに難しいのはなかった。ちょっとあれっていう風に思ったのはあったけど、うん、まあでも解けなくはないだろうな
って思いますね。まあちょっと語彙問題がだいぶ文脈に依存してるなみたいなのあったけど、で続いてパート6ですけど、これがまあ普通かややなんだけど初めてですね、こんな回は。いや文脈依存が多分一番多かった回だと思いますね。今回が最も多くて、で4つ問題があるわけですけど、セットがね全部に接続副詞の問題があったから、でこれはびっくりした。初めてですね、全ての問題に接続副詞があるっていうのはびっくりして、でさらにその4問あるわけですね、1セットに4問あって、4つとも文脈依存問題っていうの初めて見た。びっくりした。1個も文法語法とかで解くのがなかった。全て前の文とか見ないと分かんない、その空所のある文だけでは答えられない問題が全問だったんで、これ初めてでしたね。いやこんなに文脈依存だけとかね、英検はそういう風に作ってるけど、トイックも文脈依存だけっていうのが出てきたんでちょっと驚いた。はい、まあもしかしたらね、新しいトイックになったら全部文脈依存になるのかもしれないですね。はい、続いてパート7ですね。やっぱこれがむずい。まあ一応ややなんかな。うん、まあ何の人もいると思いますね。後ろの方にやっぱ記事とかかなりきついのがあったんで、文挿入も結構厄介だったね。これどうなってんだみたいなのはちょっとあったと思います。多分一番難しいセットはダブル、トリプルかなんかにあったサボテン。そもそもサボテンっていう単語知らない人多いと思うけど、サボテンの育て方のやつね、あれが難しいんじゃないかなと思いますね。結構大変だと思う。わかんない単語が多いし、回答に関わってる表現も難しい単語だったからね。でしかもそれをこんな風に言い換えられるのっていうので悩んだ。すごく厄介だったね。でまあ時計、そう教室で、まあ、一番嫌いな会場っていつも言ってるんですけど、そこ何年ぶりに当たったんですけど、まあただ、まあ、2階で良かったんですけど、すぐに降りていけるところだったんで、あ、その教室の初めて一番最初の番号になったと、あるじゃないですか、教室があって左前が一番最初ですけど、初めて左前の一番最初になったんだけど、そうだからまあ帰るのには楽でいいなって思ったんだけどね。この会場トイレがね、各階にあるのに男子トイレ使えないようにされてるんですよ。だからもうね、分かる人は分かると思うんですけど、わざわざ移動しなきゃいけなくて、で並ぶんですよ。並んでるのはどうせ台の方に並んでるんですよ、みんな。でもそれが外に出ちゃってるから、ショーの人もみんな外の列に並ぶから、めちゃめちゃ時間がかかるっていう、まああるあるなんですけどね、これね。東京ドームのねコンサートとかでね、よくある状況ですけどね、何の人が多いコンサートでよくあるあるの出来事ですけど、まあまあまあそれはいいとして、この嫌いな会場だったんですが、そこで、まあ、だからパート7がもうめんどくさかった。時計がないんですよ、学校だからね。普通時計あるんだけど、時計がないとこで、だから何分あったか分かんないけど、まあでもダブルパッセージ、トリプルパッセージは全部見直したし、6今回だから難かったから全部見直して、でパート5が20問ぐらいかな、見直したんで、はい、それぐらいで時間終わったんですけど、問題用紙を回収するっていう前に回収しだしたしね、もうほんとやめてほしい。はい、でじゃあ最後の10問ですね。何が一番多かったか気になりますよね。はい。今回は A でしたね。A が一番多かった。A が4つ。で、あと222。BCD が222だったんですけどね。はい。いやー、こう時間なくて困った人多かったんじゃないかなと思います。いやー、その言い換えが難かったな。ここかなと思って、答えのヒントここかなと思って、全然違うとこ見てたりとかして、あー、やっちまったなっていう、時間かかっちゃったのがちょっと2セットあったんでね。はい。苦労したな。だから合計3セット。はい。その言い換えのやつと合わせて3セット。苦労した、何回も読んだので、そんな感じの受験でございました。さあ皆さんどうだったか、受けた方感想をお聞かせください。はい、そしてトイックエッセンシャル私も出てますので、ぜひこちらもご購入よろしくお願いします。これを買っていただかないとね、いつもこの動画と反省会ライブで稼いでるじゃないかとかっていう人いると思いますけど、もちろんトイック受験して、そして移動すればそれでマイナスですから、はい、毎回ね、別にプラスにはなっておりませんので、ぜひともこちらよろしくお願いいたします。最後、ありがとうございました。 Thank you for watching。